今日は仮想空間メタバースを活用した居場所づくりの取り組みをお伝えしましたけれども、パークケースビーアプリでは皆さんにメタバースを体験したことがあるか聞いてみました、はい、するとあるという人は 3% だったんです、まだまだ少ないですね、そうですね、はい、体験した人に聞いてみますと、スマホのアプリでゆるーく一人で楽しんだ、お菓子の会社のイベントで体験した、ゲーム感覚で楽しかったです。一方でアンケートではメタバースって何という意見もたくさん寄せられて、まだまだ認知度は高くないようなんです。そうですね、まだメタバース何なのかっていうのがよく分かってないところもありますよね、ただね、様々な分野でこう活用されるでしょうから、期待もね、ありますよね、期待が高まります、はい。